皆さんこんにちは。 2ビットコイン NFT ゲーマースプランです。今日はですね、いよいよアメリカ大統領選挙が来るよということで、トランプ氏が勝って起こること、これについて話していこうと思います。いや、ひょっとしたらね、あの、バイデンさん側ですね、ハリスさんが勝つかもしれない、そういう風に思ってる人もいると思うんで、一応ね、両パターン含めてお話ししていきます。ただね、それにとどまらず、いや、とはいえ、みたいな話もあるので、最後はそこもお話ししていこうと思います。まあね、トランプさん、彼はクリプト民の味方だと思って信じてる人多いと思うんですけど、 ちょっとね、あくまでフラットということで今日ちょっと見ていきましょう。いつも通りノットファイナシャルアドバイス DIOR でよろしくお願いいたします。で、さて、いよいよ大統領選挙の投票が始まりますね。11月5日から始まりますけど、まあ、徐々に結果が出てくると思います。で、トランプ氏が、まあパーセントで言うとね、10ポイントほどリードしているようです。なんですけど、まあそっから投票っていうところで、まあ、結果どうなのかっていうのはわからないですね。はい、日本の衆議院選挙もね、なんか結構変わったじゃないですか、最後ね。まあそんな感じで、まあやっぱり 投票ってわかんないところなんですけどまあトランプ氏勝ってほしいよねっていうのはクリプトミンが思ってることとしては変わらないんじゃないかなという風に思いますで、そんな中で今日は3本立てでお送りしようと思っていてまずトランプ氏が勝って怒ること そして、もしもハリスさんが勝っちゃった場合、そして楽観視、いやできないよね。そんな話をしていこうかなというふうに思います。はい。で、まずトランプ氏が勝って起こることですね。はい。で、これはまずトランプさんが発言していることとしては、SEC ですね、アメリカの証券取引委員会のゲイリー・ゲンスラーですよ、トップを首にするよっていうのをもう宣言してます。しかもその首はですね、大統領就任。 当日ってことを言ってますので、もうこれはね、大期待ですね。もうゲイリー・ゲンスラーさん結局ね、あの、<laughs> ビットコインのね、えっ、ー、と、ETF はね、承認、スポット ETF はね、承認してくださったけど、んなんか、ギリギリだったじゃないですか。ね、3対2みたいな感じでしたよね。だけど、もうそのゲンスラーさんをトランプさんが首にするって言ってるので、もうね、本当にクリプトウェルカムみたいな状況にするよってことですよね。はい。まあ、そんなことを彼はおっしゃっています。はい。あとは予想ですけど、予想はもうトランプさん勝ったらトランプ銘柄を吹き上げるでしょうね。で、トランプさんって実は NFT 出してるんですよ。本人が出してるんですよ。で、これは、もうね、何種類か、 コレクション出てます二個か三個ぐらい出たと思いますねはいでこの NFT とかあとは仮想通貨トランプっていうね <laughs> ミームがねいっぱいあるんですよね今回のビットコインのね牽引していく バブルは、まあ、ミームが一つのトレンドですよ、みたいな話を前回の動画でしたんですけど、まあ、そこのトランプっていう銘柄が、もうね、バカみたいに全部上がる可能性すらありますね。はい、それぐらい、まあね、非常にトランプという行為に期待できます。あとは、この WLF ですね。これ、ご存知の方いるでしょうか。ワールドリバティファイナンシャルっていう、これ、あの、トランプさんの子供さんですね。 がえっとねやられているで、これ、ディファイのところ、まあね、d ィフのトレンドは前回とかね、だったんですけど、まあ、あそこからどうなるかっていう感じですよね。まあ、WRF、w h Hel ね、これが、まあ、ちょっとね、関係で、あの、d ィフがね、また盛り上がってくるみたいななんてこともあるかもしれません。はい。あとは、支持者関連のトークンですね、が吹き上げるかなと思います。トランプ氏側に、もうね、これついてるのが、もう明らかにイーロン・マスクさんですね、の、まあ、押している同時ですよ。 コインがまあ、今回また吹き上げるかもしれませんとかですね逆にハリスさん買ったらこの辺が全部ドカーンって下がってしまうと思うのでそれはねちょっと 怖いですよね。怖いので、まあ、同時に全額ベットするみたいなことは非常に怖いと思うんですけど、まあ、そういうことはやらないと、<laughs> やらない方がいいとは思うんですけど、そんな状況があるかもしれないよね、とは思います。はい。で、あとは、ビットコインが吹き上げて、バブルの相場が返しますよね、ってとこです。まあ、ここは、あの、ハリスさん勝ってもっていう見方をしてる人もいるとは思うんですけど、まあね、大統領選で、まあ、トランプさん勝って、まあ、一安心しました。じゃあ、今後の4年間ね、まあ、トランプさんもね、80歳超えてますからね、80歳超えてるけど、 まあご存命だったらまあ大丈夫ですよね。クリプトを認められますよね。みたいな見方で、まあ、吹き上げがなされるっていうところです。はい。で、まあ、これはバブル相場の開始だよねって言って、まあ、XTwitter 会話、あと YouTube もね、レインボーサムネイルの動画とかが、ね、いっぱい出てくると思います。はい。年末10万ドル。 1500万円だ、みたいな感じでね、進んでいくと思うので、早いっすよね。もう今11月ですよ。11月だけど、もう2ヶ月以内にですよ。こんなとこまで到達してしまう可能性もあるよねっていうのが、トランプさんが勝って起こることっていうところになります。 はい。で、じゃあ一方の、もしもハリスさんが勝った場合ですね。はい。これは実はあまりこれまでと変わらないよねっていうイメージを持っている人が多いんじゃないでしょうか。ハリスさんまあ、バイデン政権を引き継ぐイメージです。まあ、もともとはさ、あの、バイデンさんがトランプさんと戦うって言ってましたよね。だけど、まあ、バイデンさんがちょっと勝ち目がないかなみたいな感じか、まあね、年齢のことなのかわかんないけど、ハリス氏に譲るっていうことで、副大統領さんを立候補させました。そんなところがあって、まあ、 バイデン政権とね、まあ、バイデンさんとの関係というのはあるでしょう。だから、まあ、ハリスさんが大統領になっても好き勝手にはできないよね。で、バイデンさんは仮想通貨がね、なんかちょっとあんまり好きではないっていうところだったので、まあね、なかなか、ね、厳しいでしょうねっていう4年間になると思います。で、ゲンスラーさんも首にされないっていうところだと思います。はい。だけど、これはですね、バイデン政権実は、 ドル高円安の進行はまったなしだよねっていうところですね。これまでの傾向は変わらないと思うので、円安が進んでいくのはね、そんな風にスプランは見ています。ということはですよ。え、ビットコインとドルですね。ここの関係性がもし均衡していた、あるいはビットコインが強めだよねっていう見方をした場合、円建てのビットコインの価格、1ビットコインいくらみたいなところは、めっちゃ上昇していく、そんな可能性さえあるんですよね。 はい。そう見てみると、あれアリスさんか,かってもビットコイン上がるんじゃねそんなことを思う人もいるんじゃないでしょうかはい。ということで、最後はですね、でも落下しできないかもってことで、下がった時の話をします。はい、ビットコイン下がるケースがあるんですかってとことなんですけど、まあ、下がったら買い増しできるし、ラッキー、そんな状況を作っていきたいよね、ってとことですね。まあ、この辺は結論はね、スプランがいつも言っている、無料で種税を稼いで、そこから、まあね、あの、稼いで、勝負した稼いで、最後ビットコインにしようねっていう、まさにスプランが過去3年4年間かけてやって できたとこですよねまあそこからま非常に増えましたスプランもねまあスプランを増やしてる人もたくさんいると思うんですけどまあスプランは増えましたで考え方によってはまた、あ、4年に1度っていうアノマリーですよねビットコインの半減期が来て半減期からね6ヶ月とかねそれぐらいって見てる人もいると思いますそんなアノマリーが消えるのでまあ長期視点ではいいことかもしれないですよねはいそんな状況があるのでまあね下がったらラッキーでそんなことを思える心でいると非常にこれからの相場、うん、なんだろう気持ち的に 楽になって突き進んで、いけるんじゃなないいいいかなという,ふうに思いますはい、でじゃあなんで落下しできないかというと、アメリカの住宅ローンの固定金利ですよ。これね、年6%なんですよ。はい、これやばいっすよね。で、日本の住宅ローンの金利、ちょっとスプラン調べてみました。 ね。変動金利だったら1%かかってないみたいですよね。で、固定金利でも2%ちょっととかですよね。はい。で、これ、まあ、住宅ローンじゃなくて、あれですよ。あの、事業投資用の金利ですよね。もうあって別でね。それがまあ、変動で2%台だったかなって感じなので、まあ、そう考えるとさ、いや、アメリカの住宅ローン金利高すぎですよねって感じですね。はい。 で、これさ、昔アメリカの住宅ローン金利がさ、バーって上がりすぎて一回崩壊しましたでしょそんな話もあって、まあそこのね、ちょっとね、やっぱり昔のところを彷彿させるような状況ですよねってのが今の状況ですね。はい。まだね、10年にね、1回ぐらいやっぱり経済ってクラッシュ来るので、まあで、ね、もコロナですでに来てるんですけど、まあ今度もわかんないっていうことだと思います。はい。であとはアメリカの失業率見てみました。で、まあ直近ね、4.1%という発表がなされています。で、これ、 前年始の24年1月に比べると、まあ1月は3.7%だったので上がってるよねってことです。で、これ失業率上がるっていうのはやっぱり良くなくて、20年コロナがあった時は8%なんですよ。なので、まあコロナほどにはならないと思うんですけど、まあそんな感じで、まあアメリカの経済状況としては、まあやっぱり悪くなってるよねっていうところなんですよ。まあ、なのに、あのドル高が進んでいくとかっていうのはちょっと変なので、まあ一気にドル安になるよねとかあるかもしれません。まあそれが来ると、もうね、 でもうね世界の経済がどんどん崩壊していくそんなことになったらやっぱりビットコインから逃げようみたいな感じでリスクオフになるんじゃないかなと思うんですよねはいそんな状況もありますよってことですねまあなのでアメリカがもしリセッション来たら意外にも今のビットコイン価格天井かもしれないよねみたいな感じですまあさなんかいろんなツイッターとかの x ねとか youtube とか見てもさなんか何億円ショート入れましたみたいなショートをね入れてる人がねいやいやありえないありえないみんだ言われてるじゃないですか ね。まあ、数パーセントぐらいはあり得るかもしれないねスプランは見てはいるんですけど、まあ、基本はないかなって思いますよね。基本はやっぱ大統領選終わったら、なんか今までのね、まあ、下落なんて1000ね、1100万かな超えてから、まあ、落ちてせいぜい1ビット、100万ぐらいしか落ちてないですか今でもね、はい。スプランの資産も200万減りましたけど、なんかだからどうってことではないんですよね。それが終わったら、それぐらいに、ね、一気に盛り返してくれたって、 バブルの時って本当に1日で20%とか上がりますからね。そういったところを考えると、なんかまだ全然ね <laughs>。 なんか、まあ、楽観視はしていいんじゃないかなっていうふうに、スプランは見てるんですけど、まあ、そうじゃない人もいるっていうのも、まあ、実なんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、そんな感じですかね。今日はね。はい。ということで、最後、まとめでございます。本日は、トランプ氏が勝って起きることについて共有しました。まあ、ハリスさん勝つかもしれないですけど、まあ、変わらずってとこです。まあ、依然、トランプ氏が言うリーダーっていう点は変わらないよってことで、大統領選もね、最後まで一緒に見守りましょう。まあ、終わる頃にはビットコイン上がってるので、皆さん気にならないなと思います。 はい。ということで、ね、この動画を見てね、少しでも、あビットコイン下がってるっつって、ね、怖がっていた人、少しでも安心してくださったら嬉しいなと思います。ぜひね、少しでも良かったな、安心したな、という方はぜひ高評価。まだの方はチャンネル登録、ポチっとよろしくお願いいたします。ということで、このチャンネルはですね、情報、立ち回り、知識、稼い方などを配信しているチャンネルになっています。ぜひね、まだの方はチャンネル登録、ポチッもうすぐ3800人ですねよろしくお願いします。また、X、Twitter の方もですね、フォローいただいていない方、概要欄の方からよろしくお願いします。はい。ということで スプラン、実は無料メール場がやっています。こちらもね、順調に伸びていて、すでに560名以上の方が登録くださっている、完全無料、全部で、なんと100通が届くメールガがなっています。2日に1回なので、6ヶ月以上かかるんですけど、まあ、スプランが適宜アップデートをしています。中身アップデートして、最新の情報で、えー、本当に便利な知識とかね、スプランとはやって資産増やしてきたのか、そんなところもお話していますので、えっと、ぜひね、普段見ていない方、ぜひ、ね、概要欄のこちらも無料メールガの方登録ください。 でメールアドレスだけで登録できるところですそしていつでも解約できるのでどうぞ気になる方は登録してください登録いただけると今こちらの画面にあるような5つのプレゼントそれをすぐにしようと思っていますはいそんな感じで本日は以上になりますまた次回の動画でお会いしましょう本日も最後までご視聴いただきありがとうございましたではでは